どうもコネです。いつも動画を見てくださってありがとうございます。今回はシャドウハウスセカンドシーズン見ていきたいと思います。一期の方は実は入院中に全部見まして、割と最近ですね、見たばっかりなんですけれども、二期は皆さんと一緒に同時視聴できればなというふうに思っております。それでは早速始めていきたいと思いますので、カウントダウンの後スタートです。さあ始まりました、セカンドシーズン。一期の時はね、いきなり真っ黒い人が出てきたからすごいびっくりした記憶はあるけど、今回はなんだ、え、なんか矢みたいなのがいっぱい刺さってる、こういうデザインなのかな。誰だ、あ、バービー、バーバラ、うん、何、侵入者かなんか、うん、え、うわ、なにこれ、こびりつき、うん、この何、矢みたいなのは何、おお、口の中に、うわー、黒くて、あ、なんかやばいんじゃない、おお、大丈夫だった、なに急に、あははは、エミリー子だ、うん、どれ、今まさにそのバービーが遭遇したあれを、うん、誰この人、星付きなんだね、うん、うん、一期の時のね、あ、みんな納得いってないんだ、うん、うん、足つき、バービー好きだけどね、割と、割とっていうか結構好きだけどな、バービー、はい、うん、花畑そうだったさすがにそれはなさそうな気はするけどね、さっきのあの感じだと、もう ケイト ローム様、うん、みんなエドワードを疑う、すすが、
れたね。あら、あなんか暗いくない？暗いね、全体的に。うん、うん、そうか、ショーンのみか。リキドルってまだなんだ、あれ。何？あ、ローズマリー。うん。正しい生活の学びの時間か。お。うん。このローズマリーたちもさ、成人なんだっけか。同じ立場になったってこと？うん。エレガントだね。ははは。うん。ほうほうほう。さっき書いてたのってあれ？うん。うん。うんうんうん。なるほど。そうなんだ。うん。婚約の話あったね。そういや。うん。ジョンいいよね。うん。うん。こんなみんないる前で。そうなのか。なんだ。スサンナ。うん。
なんでそこ引っかかったの、ケイト。エミリコ、かわいいな、相変わらず。うん。スザンナ。え？そうなんだ。うわ、これまだ洗脳されてるってこと？修練の間？今パトリックだけが覚醒してないってこと？そうなんだね。そんなのがあったんだ。すごいね。寝とる。え？破壊？ああ、箱破壊してたもんね。ルイズには言わない。ちょっと遠目からやらせたんだ。ルイザー精神か。違うんだ。
ほう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 。ちょっとじゃーんじゃーん。ジョンのせいだよ今のは。うん。すす出てますよ。うん、怒ってる。怒ってます。ケイトが。ああ、なるほど。なるほどね。あ、ジョン気づいてる。あ。それで位置を言ってたんだ。うん。ああ、そうなんだ。止められて。怖いんだけど。いや、怖いよ、目が。ああ、気づかれてる。すごい。うん。なんだろう。特別なやっぱあるんじゃないの？力が。うわっ。あら。金を皿割り。うん。うん。ああ、目が。はあ。いやー、ちょっとなんか結構ピリピリした感じだね、始まり方。わーお、怖いっすよ、ちょっと。うん、ん、ああ、ほんとだ。わからんぞ、優しいのかなんか怖いのか。ちょっと、わあ、そんなところに。さすがケイト。お、これで渡されるのか。
おわ、何これあれじゃ、わーおー、バービーだ。なんだなんだなんだ、出ていけって、あ、ケイトたちに言ってんの、あ、違うよね、え、何、誰に言ってんのバービー、はあ、え、あ、バーバラ、これ、うん、え、6割、これ何、バービーがバーバラを抑えてんの、おえー終わったんだけど何、ちょっと想像してた始まり方と全然違う、もっとハッピーな感じで始まるかと思ったらなかなかにピリピリしてるね。あ、同じ人だ、このちょっと読み方わかんないけど、一期の時と超好き、この人の声。最後あれだよね、バーバラが、はい、あの節をブワーってなっちゃってんのをバービーが抑えてたっていう状況でいいのかな。でそのバーバラが6割節を出してるって、いいわ、好きだ。一期の時はなんかちょっと闇っぽかったけど、この二期のエンディングはちょっとハッピーな感じも、聞いた感じだとリズム感が感じるな。あー、でもシャドウハウスって感じするわ。パートだ、あ、これバーバラ、うん、どうした、あれあれ何それ、全然違うんだけど、バービーが、うん、え、どういうこと、バービーの顔が全然違かったよ、なんか今のエミリコとちょっと似てるような感じがしたけど、なんだろうね。いやー、さっきも言いましたけど、ちょっとね、始まりにしては結構ピリついてる感じですね。まあまあまあ、今後が楽しくなるような感じですかね、このつかみはね。はい、ということで同時視聴いただいた方ありがとうございました、今回のエピソードですとかこの動画に対する感想ありましたらぜひコメントいただけると嬉しいです。それではまた次の動画で会いましょう。コネでございました。バイバーイ。